国ごとの乳児死亡率死亡率とは人口学において一定人口に対するその年の死亡者数の割合を言う。穴死亡率は一定期間の死亡者数を単純にその期間の総人口で割った値を言う。日本の場合は通常1年単位で算出され人口10万人のうち何人死亡したかで表される。少子化が進み高齢者の割合が多くなりつつある。日本などでは 嵐死亡率が年々増加するというように、人口の年齢構成に強い影響を受ける欠点がある。人口の増減傾向を調べる統計で用いられる。ある病気、例えば、癌の死亡率もこの嵐死亡率で、その病気の死亡者数を総人口で割った値を指す。算出する際の基準に、標準集団を用いて、人口の年齢構成による影響を排除したもの。 すなわち、異なる年齢構成の集団を比較できる有用性を持つ。直接法と間接法があり、直接法は、標準集団の年齢別人口と、調査対象集団の年齢別死亡率の席を、各年齢についての総和したものを、標準集団の全人口で割って算出する。間接法は標準化死亡比に、標準集団の死亡率を乗じて算出する。なお、 年齢調整死亡率は標準集団に何を選ぶかによって算出結果が異なるためこの死亡率が何を表しているかは直感的に理解しにくい。詳しくは年齢調整死亡率参照異なる集団における死亡状況を簡便に比較する一つの方法。標準化死亡非参照死亡率は先進国で低く発展途上国では高い傾向にあった。 なが最近では GDP 上位の発展途上国での医療の飛躍的な発達により死亡率も急激に低下しており、それが人口爆発の原因の一つになっているとの指摘もある。また、サハラ砂漠以南のアフリカでは反対にエイズの影響で急激に死亡率が上がっている地域もある。これからの日本では平均寿命の伸びなどにより低下する予測が立てられている。 死亡率、致死率、死亡割合について横浜市、ありがとうございます。